さんこんにちは、こんばんは。いつもご視聴ありがとうございます。こちらはうさぎのむんちゃんです。本日はですね、ちょっと我が家で使っているこのペットシーツのお話をしたいと思います。我が家なんですが、チモシ入れとトイレを一体型にしたチモシープールで、チモシを与えております。で、これは猫ちゃん用のトイレになるんですけども、このおしっこを吸い取ってくれるようにペットシートを引いて、その上にチモシーを入れるという感じになっております。で、このペットシート厚型なんですけど、これが大変重要になってまいります。今までですね、こちら、ヒルズのサイエンスダイエットと、あのカインズさんのこのペッツワンさんがコラボしていたオリジナルシーツというのが売っておりまして、これがねすっごい良かったんですよ。もうこれが本当に、なんだろう、この厚みといい、この触りといい、下に引いてもそこまでおしっこが流れ出ることもなく、とてもいいものだったんですけど、なんとですね、これ生産が終了してしまいました。悲しい。もうね、いろんなものを試してこれがベストだったので、いつも10袋ぐらい買ってたんですけど、しかも、ね、そんな高くないんですよ。だいたい1500円ぐらいで、私が買ってる時は1200円ちょっとに、安くなってる時にまとめて買ってたんですよ。でもこれがなくなっちゃってペットシーツ難民になりました。そこでですね、そのカインズさんで、まあ、これの代用品として置いてあったものを購入してみました。はい、それがこちらです。多分カインズのオリジナルの、超吸収厚型ペットシーツになっております。これね、枚数とか大きさとか、まあ、あのコラボのやつと一緒なんですけど、これね、中身も一緒だと思ってたら、なんとですね、中身は全然違っておりました。この裏側がツルツルなんですよ。そこにおしっこが行ってしまう。だから吸収がまあされてるけど結構されないみたいな感じで、ちょっと私の中で不服っていう感じのに変更になっちゃいました。そこからね、いろんな難民が始まって、一旦このドンキさんのやつで、この3回分しっかり吸収っていうやつをですね、買ってみたところ、これさっきの88枚入りとかなんですけど、これ96枚も入っていて、しかもこれなんか多分店舗によってと、月によって安くなるんですよ。私はこれ990円の時に買ったんですけど、多分高くなって1500円ぐらいで、今なんか店舗によっては1200円で売ってたりとか、なんでちょっとそこはいろんな店舗で安い時に買うのをおすすめするんですけど、これがね、最初のコラボのやつと同じぐらいベストということになりまして、難民3つ目で見つけました。もうちょっとね、カインズさんオリジナルはちょっと違ったので、我が家はこのドンキさんのね、これをひとまず使うことにしました。もう吸収に困ってる方はマジでこれおすすめです。まあ何の情報かっていうね感じなんですけど、なんかね、長らく愛用していたものが
生産終了になるっていうのってあんまね機会がないんですけど、まあ、こういうこともあるんだなと思って、あの教訓というかになりました。わあ、むんちゃん感冒してきたね。ということでですね、本日の話は我が家が一瞬あのトイレシート難民になりかけたというお話なんですけど、無事にドンキさんのおかげで見つかりましたよっていう、たわいもない動画でございました。本日もご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。